はい、こんにちは、みぼうずです。今回の WRC ってポルトガルですね。まあこちらの方をアタックしていきたいと思います。使用する車はね、前回がフィエスタだったのね、今度は i20 ヒュンダイです。まあこちらのポルトガルはね、去年の9にも収録されてたけど、若干多分ステージが同じところと違うところがあるのかなって感じだと思います。それではね、早速アタック行ってみましょう。本日もよろしくお願いします。はい、ってことで、まあ最初の SS なんですけどね、撮影がミスってたんでね、この映像のみになってしまいました。まあたまにはね、この視点でもいいんじゃないでしょうかね。ここの SS はね、まあこれは9の頃からあったステージかな。まあ厳しい箇所は何箇所かありますね。まあ序盤の厳しい箇所って言ったらどこっつって、まあ家の前のね、あの直角コーナーの2連ですかね。最初の1個目とりあえず狭すぎだろっていう感じです。あれはね、狭すぎて未だにね、どれが正解なんだっていう感じですからね。この先の2連ですね。そう、ここの1個目の飛び込みはね、どれが正解なんだろうと思いますよね。狭すぎだろ、いくらなんでもっていう、もうほぼほぼね、車幅いっぱいぐらいのところしかないから、流しながら行くとね、間違いなく壁に当たるんですよ、ドコーンっつって。だからうまいタイミングで流せればいいんだろうけど、これは無理ですね、今のところ。で、まあこっからはね、そこまで比較的ね、神経使わなくていいかなって感じです。まあコーナーのアングルに対してね、一つギア下げたぐらいで走ってるとちょうどいいかなって感じですね。だからライトス3なんて言われたら、まあ2速に落とすとか、そんな感じで走ってればね、意外といけます。まあいけますっていうかね、まだ上があるんでね、3は3のまま曲がれるよっていう話なのかもしれないんですけどね、俺はまだ無理ですね、それは。まあここが難しいのはやっぱ中盤以降ですね。砂利が出てくるんですよ。ここら辺のグラベルはね、そんなに手応え悪くないんですよ。ちゃんとしたね、グリップしてるなっていう感覚があったりするんですけど、まあ例のね、あのふわふわ手応えっていうやつですね、前回の動画でも語ってたと思うんですけど、なんかいまいちね、グリップしてる感じがないっていう、そういうやつです。なんかね、やっぱ気持ち悪いんですよね、あの手応え。そう、口で伝えるのね、難しいような手応えです。で、そうだ、肝心のね、こちらの i20 の操作感なんですけど、まあフィエスタとヤリスとやっぱりあんまり変わんねえかなっていう感じです。ハンドリングにあんまりだから個性はないですね。まあ音もそうですけど、側が違うだけって感じでしょうかね。まあ厳密に言ったらね、あるのかもしんないけど、少なくとも現時点ではそんなに体感できねえかなって感じです。まあでもヤリスがちょっと滑るかなって感じはあるかな、その程度ですね、かなってぐらいの程度です。だからね、皆さんもね、どの車がいいんだっつったら見た目で決めても問題ないかもしんないですね。まあそれはね、 R5 に関してもそうですね。もう見た目が好きな車で行きましょうってやつです。しかし見てなかったので見てびっくりしたんですけど、あのスチームのね、あのストアページに、まあ、デモ画面があるわけじゃないですか、 WRC10 ので、使われてるね、車の音がびっくりしました。このゲーム内の音を使ってるんじゃないで、あの実際の音声をね、重ねてやってたんですよ。ある意味それって詐欺なんじゃないのって思うぐらいね。だからすごいリアリティでね、臨場感ある映像になってるんですけどね、その公式のデモ画面は。あれはね、あの音を信じて買うとね、騙されたってなりますよね。まあ今の時代はなんないか、もう事前にね、それこそ YouTube で動画で確認できますからね。でもちろんね、 DLC っていうことで、まあ無償 DLC でね、まあ、あの GC インプレッサー追加されるじゃないですか。だからゲーム内のようなね、あの不等調サウンド、時代にそこはない不盗聴サウンドじゃないで、実写のね、ちゃんとした盗聴サウンドでやってるんですよね、やっぱそのデモ画面では。あれもだいぶひでえなと思いましたよ、本当に。はい、もうそのね、ちょうどふわふわエリアをね、通り越してようやくね、グリップするエリアに入ってきたってところですね。
本当にあのふわふわエリアはね、走ってて気持ち悪いんですよね。まあここからは比較的食いつきやすいのかなと思ってたんですけど、微妙なカントがついてたりするのか、意外とねコーナーで膨らみがちになるんですよね。サイドターンはね少しはやっぱ慣れてきたんですよ。そう、感覚を思い出してきたっていうか、まあおかげでダートラリー 2.0 はねちょっと下手になってきてるんですけどね。はい、もう残りねあとここら辺まで来るとセクター1つ分ぐらいですかね。でそうだ、あのグラフィックレベルですけどね、基本的にはまた全部最高峰に戻してるんですよね。その不具合が解消されたみたいで、まあその比較的ねとてつもね CPU の使用率がなるっていうね現象がなくなってたりとか、あとはねあとなんかグラボの問題なのかとかなんかの問題みたいなんですけどね、意外とねあのちらつきが起きてたんですよね、ダイレクト X12 あたり使ってると。ただその問題も解消されたみたいなんですね。まあ現在はまた最高峰のグラフィックに戻してるっていう感じです。はい、盛大に膨らんでますね。なぜか膨らみやすかったですね。はい、まあ言い訳したってしょうがないでしょう。はい、もうそろそろフィニッシュですかね。はい、このステージね、とりあえずタイムの方は、まあ、5分47秒ってことで、まあワールドランク354位でした。トップからはね1分ちょっと離れてます。まあだからクロアチアよりはねこちらのポルトガルの方が皆さん苦労されてるのかなって感じですよね、このランキングを見ると。はい、じゃあそれではね次のステージ行ってみたいと思います。はい、今度の SS はね 9.66 キロです。意外と長いステージとなります。それでは行ってみましょう。はい、スタートしました。ここはね前半がねその例のふわふわエリアです。ここからそのふわふわエリアですね。だから第1セクターはね全部このふわふわエリアで、何だろうな、豆腐の中でハンドルを切ってる感じ毎回表現変わるけど、まあステージ自体も長いですね。9分ですよ9分。ダートラリー 2.0 だとね長いコースでそんなもんですからね。こっちではね普通の SS としてこの距離がありますから、だから結構ムラがあるんですよね。だからエピックステージでいうともうだいたい15キロオーバーって感じですけど、まあ、通常 SS でいうとね3分切るようなステージから余裕でね6分7分かかるようなステージがあったり、まあ、様々なステージがあるって感じです。ここはね WRC10 の強みですよね。様々なね類の SS があるって感じで、まあさすがにね全ての SS をね再現しようと思ったら大変ですよね。だいたいどの国もね、まあトータルで言うと20ぐらいあるけど、まあそのうちのね半分ぐらいですもんね。実際はリバースステージだったり、まあ同じステージのね2回目だったりとかして、まあ20何ステージくらいかやるんですよね。確かさすがにそれ全部やるとね、あの1レース終わるのにとんでもない時間かかるから、まあ、ゲームとしてはね厳しいだろうけど、はい、まあこれでねふわふわエリアを抜けてようやくねちゃんとしっかりとした手応えのあるエリアに入ってきました。スピードレンジもねやっぱりちょっとハイスピードに上がってくる感じです、こっちのが。まあ今までね抑圧されたものを一気に解放してって感じなので、まあ、ハイテンションになりすぎてねあのどっかに飛んでくっていう可能性もなきにしもあらずです。とにかく長いんですよね。まだこれでね最初のセクター終わっただけですからね、こうもうちょっと進んだらね180度ターンみたいな感じでヘアピンを曲がってから一気にねダウンヒルって感じで下ってきます。そうですね、ここからですね、ここからはもう一気にぐわーっとダイナミックに下っていく感じですね。だからね加速するする、これがね調子乗ってスピード出してるとやっぱりね落っこちてくるんでね気をつけなくちゃいけないところです。でだからこの両側がね落っこちてる感じなんでね、だからまあ正確に言うと違うのかもしれないけど両線走ってるような感じですかね正確に言うと違うんだろうけど、しかしねいいところですよね。日本ではない景色ですよね。日本のラリーでねこういうところは絶対走れないんでね、
ここはやっぱり海外のすごいところですよね。まあ日本だとねラリー意外と厳しいんでしょうね、いろいろあの警察関係の許可とか。だからあのラリージャパンもね相当トヨタが尽力してんじゃないでしょうかね。2年連続でね中止になっちゃいましたけど、来年どうなんだろうな。まあトヨタがね WRC 挑戦し続ける限りね、まあ絶対的にラリージャパンは誘致すると思うのでね、来年こそに期待かな、ラリージャパンは。まあその時やってる仕事の関係にもよるんでしょうけど、まあもしねラリージャパン来年やるのであれば見に行きたいですね。はい、重くそぶつけてしまいましたけどね。はい、もうとりあえずね半分ようやく過ぎて残り3分の1になりましたのでね、まあここから先はまあ映像のみでちょっとの間お楽しみください。からの右5ショートハードブレーキ、すぐ左1ショートオーバー端、すぐ左1ショート100、右5中キープ左5タイトン100、右4すぐ右4スモールカット、すぐ左5回転、すぐブレーキスクエア右ベリーナローからの左1ミディアム、すぐスクエア右すぐ右3オープンロングベリーナロー30、右すぐ左4ミディアム30、コーション右にすぐ左3ロングバンピー、ワオすぐ左3バンピーからの左3ロードカット、右にスモールカットからの左にミディアムナロー、右3回転、すぐコーション左にオープンオーバーターバック50、ブレーキすぐヘアピン右オーバーグラベル、からの左4すぐコーション左3、左2回転80、すぐ右5、100、コーション左3タイトンキープイン、からの右5、からの左4ショートすぐ右4ドントカット、すぐ左3スモールカット、すぐ右5すぐ左6ベリーロング、すぐ右5タイトンキープライトからのコーションビッグジャンプキープライト、コーション右4ナローオーバークレストからの右4スモールカットすぐフィニッシュ、はい、さすがにね途中くるくる回ってたりしたので591位でした。トップからはね1分10秒差っていうところでしたね。ちょっとねこのステージ難しかったかな。はい、じゃあ次のステージ行ってみたいと思います。はい、ポルトガル最後はねスタジアムですね。こちらをまあ合計4周回る感じになっております。それではアタック行ってみましょう。2、1、はい、スタートしました。こちらのね最初の1コーナー3とか書いてあるけど全然回り込んでるし狭いんでね、結構きっちり減速しとかないとね曲がりきれないんですよね。まあその他は特に難しいなってところはないですね。なんとなく走ってればなんとなく走れる感じです。ただねこのこういうなんとなく走れるところってタイム詰めるのがすげえ難しいんですよね。特にあのランキングを意識するならば、そう簡単ってことはねみんな簡単なんです。ってことはね狭い範囲にね
大量の人間がいたりするんでね、その分難しいって感じですね、ランキング上位を取ろうとすると。だから意外とね、ランキング上位を目指すならね、難しい SS をね重点的にやっておくのがいいですよね。アタックする人が少ないんでね、比較的上位に行きやすいです。でそんなことやってるうちにね、意外と上手くなってるもんなんで、他の SS 走ってもね、意外とそれなりに走れるようになってるもんですまあこちらの WRC10 はね、今のところランキング登録されてる人はそんなに人数いない感じですかね。まあダートラリー 2.0 のようにね、数千とか1万とか、さすがにそんな数はねいないですけどね。まあだけどやっぱりトップランカーはね、異次元の走りしてるんでねこれは絶対無理だなと。あとこいつ絶対バグつかっただろうっていうタイムも間違いなくあります。なんでまあいちいちチェックしてらんねえか、運営もそういうサーバーのねタイム状況なんて。と明らかにね、お前これどこ走ったんだっていうタイムありますからね。他がね4分台で走ってるのにね、1分台で走ってたりしますから、ありえねえだろって感じです。はい、残りはね1周ですね。短いですね、あっという間です。この2周目のね外周の方注意するのはね、もうここのコーナーぐらいかなって感じですかね。意外とね狭いんで、結構ね右ハンドル切りながら入っていくと、ガードレールに擦ったりするのでね。でガードレールに擦ると弾かれるっていうよりも速度が吸収されちゃうんでね、えらい勢いで不自然に失速するんで、そこを気をつけなくちゃいけないですね。はい、もう残りここ回って終わりですね。最後の SS がね457位ですね。やっぱり俺はそこら辺ですね。でもまあトップから13秒しか遅れてないです。まあやっぱりね簡単だからいっぱい人がね、タイムがギュギュギュッと集まってるってことなんですよね。はい、ってことでね、今回でポルトガルは終了となります。次回はねイタリアかな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。